最果ての魔王ディープブリザードレディオクローゼット、我は最果ての魔王ディープブリザードである。みなこんにちブリザードであるぞ。この番組は絵に関する疑問質問お悩みに魔王目線でお答えするラジオ番組である。この番組を聞いて少しでも週末のお絵描きが楽しくなってほしいなと、毎週金曜の更新をしておるのであるぞ。というわけで、新年一週間経ちましたなのである。もう前回の放送が元旦だったんだよな、あれ。で、そこから一週間経ったのがもう早すぎなのである。もうびっくり。はぁ、時の流れの速さにちょっと、なんかちょっと憂いと気分すら出てきておる魔王なのであるけれども。本当にな、この1週間かな、まあ、1月の2日まで毎日動画投稿なんだかんだ実はしててな、5日連続ぐらいしてたのかな。の後今日のこのレディクロまで、まあ、お休みしてたようにちょっとみんなに映っとるかもしれないが、まあ、実は今年いろいろやらせていただくあれやこれやのことについて様々なところとあのオンラインで会議をしておったのだが、まあ、ズームって便利だなっていうのを改めて感じた2021年初頭なのであった。実はなんだかんだそういう通話だどうだこうだっていうのは、まあ電話であったり、あとはまあディスコードみたいなのを使うことが多かったんだが、案外ズームってほとんど使ったことはなくて、それで今年に入ってからは、まあズームを使ってのお打ち合わせっていうのをたくさんさせていただくようになって、ああズームって便利だのって思って、こう結構みんなで画面共有したり、ね、あとはこう顔合わせして通話したりなんていうのもいろいろ使えて便利だなとか、スマホでもできるんだのみたいな、今更テレワークの便利さというのをなんとなく噛み締めておった魔王なのであった社会にいないからこういうことで社会性を感じてしまうのダメだと思うんであるけどなまあまあそういうわけで、本当に改めて2021年もみんなにとって楽しい魔王であろうと頑張っておるということもお伝えできればと思うので、まあ今週もまたよろしくなのであるぞ。今回もみなからいただいたご質問にお答えしていこうと思うのであるぞ。ラジオネーム無地殿からのご質問である。ご質問ありがとうなのであるぞ。はじめまして、いつも動画を楽しく拝見しております。私はツイッターでイラストを投稿しているのですが、フォロワーさんの以前上げていたイラストの人物のポーズと私の描いたポーズが意図せず似てしまっていました。イラストは少なからず自分が見てきたイラストの影響を受けると思うのですが、たびたび絵師さんがパクリなどの理由で叩かれているのを見て、私もパクリと思われているのではないのかと不安になりながら絵を描いています。自分が絵を描いていて既視感があるなと思ったら保存している画像を一から探したりしています。パクリと言われるのではないかという不安からイラストを描くのをやめたいなと思ったこともあります。こういった不安を払拭するにはどうしたらいいでしょうか。まあ、というわけで、こういう構図かぶりポーズかぶりで悩んだり問題になるんじゃないかと不安になってしまうポンポコリン多いのではないのかの。まあ、これはもう魔王もずーっと悩んでおる問題だと思っておるし、魔王だってやっぱりいろんな絵を描くときにこういうのって真似になってないかのとか、なんかこれ既視感がある気がするんだよなみたいなことがあって、やっぱ実際調べてみたりしたら、あ、やっぱりなんかこう流行ってる感じの絵だとか、あ、これこの間見たあれと似てるみたいなことって多々あるわけであるけれども、じゃあそういう時にどういう風に解決したらいいのかとか、どういうことが問題になるのかって多分不安になってるポンポコリン多いと思うんである。本当に結論から言ってしまえば、意図せずにポーズが似てしまうとか構図が同じようになってしまうということは、もうこれだけあまたの絵が毎日毎日量産されて、そしてもう何十年何百年と絵の歴史がある中で似てないものを探せという方が難しい時代ではあるけれども、そういう中でどうすればより自分らしく描けるのか、そしてどういうことを意識していることが構図やポーズを考えるときに大事なのかということを3つのテーマに分けてお話をしていこうと思うのであるぞ。まずな、ポーズや構図が被るという、まあ、3つのお話の1つ目は、人体には可動限界があるというお話である。まあ多少ならな、まだしも無茶な姿勢にはさせられないため、
必然的にポーズを取らせる方法にも限界が出てくるというわけである。ウヌラもな、自分の腕をぐるぐる回したり、足をこうブラブラさせてみたり、首をこうぐるんぐるん回してみたらわかると思うことなんだけれども、首が360度好きな方にくるくる回ることがないであるし、足がな、逆方向に膝が曲がるということもないわけである。ゴムのように好きなように伸ばしたり、ぐにゃっと曲げてるポーズを普通の人間ができるわけではないというのはウヌラもわかるであろう。まあだから先ほど言った通り、取れるポーズには限界があるわけであるな。イラストなんかでは多少誇張してな、無茶なポーズなんていうのを描くことはできるけれども、それでもパッと見で絶対におかしいとか、こんなのありえないよっていうポーズは取らせられないわけだから、座った絵を描けって言われて、普通にな、腰をついて両膝を曲げてっていうポーズを描いた場合、誰だって似たようになってしまうわけであるよ。全く誰にも被らない構図で描けとなれば、本当によっぽどトリッキーな座り方か、まあ、人体の構造を無視しているか、そのものが人体で人間ではないぐらいでしかもう選択肢がなくなってしまうわけだ。なので一般的なポーズとか構図が被ったとか、ポーズが似てしまったということは全く気にする必要はないので、それはもう人体が悪いまでになってくるわけだからな。次、二つ目のお話であるけれども、技術力を高めることで構図やポーズをどんどん発想できるようになるということである。まあ、言い方を変えてしまえば、似通ったポーズだったり構図になってしまうというのは、構図やポーズに対してのインプットが足りていないという話である。まあ、ちょっと厳しい話かもしれないかな。なので、様々な作品を見たり、自分で写真を撮ってみたり、最近であればな、3D の人形であったり、こう建物とかをいろんな構図から眺めてみることで、様々な作品を自分の経験値として取り入れ、それを再構築するということで、どんどん自分らしい、そしてあまり人と被らない構図やポーズを描くことができるようになるのである。そういう作品から勉強してとかっていうのは、なんかその模写とかパクリになるんじゃないのって思うものもおるかもしれないが、我々が生きていて絵を描く上で影響を得ていないものっていうのは何一つないわけである。なので、そうやっていろんなものを吸収して、それを自分なりに再構築して出すっていうことは、何一つ問題がないということにもなるわけであるな。あ、これいい構図じゃん、そのまま真似して書こうということでない限り、自分の栄養として様々な構図やポーズというのを取り入れて、そしてそれを自然とスッと取り出して書くということは、何一つ問題がないので、自分の経験を増やすこと、そして修練をすることで様々なポーズや構図が書けるようになるということは覚えておいて損はないである。そしてこれは三つ目、またこれまでの二つの点とは違うことで話をしていくと、キャラクターはこういうポーズをしそうというのは、まあ大概被ってしまうというお話である。ウヌラは見栄を切るという言葉を聞いたことがあるかな。ついかっこよいことを言いたくなって、まあちょっと 大げさにものを言ってしまうみたいな時に、まあ見栄を切るという言葉が出てくるのであるけれども、もともとは歌舞伎の用語で決めポーズをすることを指す言葉なのである。まあ、つまり歌舞伎のような伝統芸能であればあるほど、かっこいいポーズとはこういうものだとか、皆が素敵だと思うポーズはこういうものだというのが決まっているわけである。なので元気なキャラクターであれば自然と元気なポーズを取るであるし、内気なキャラクターであれば静かなポーズを取るものなのである。なのでそういうかっこいいとか可愛いと思うポーズや構図にはある程度パターンがあり、まあ、そこに当てはめることで見ておるユーザーもある程度の満足感を得ることができるということになるのであるな。なのである程度の構図かぶりは問題になることはない。そしてかっこいいとか可愛いと思われる構図というのは、まあ皆がな、想像してたり皆が求めたりしているものであるということである。なのでな、まあ似たようなキャラクター性の持っておるものなんかねよな、無作為に数百枚集めてみれば、かっこいいキャラクターが急に内股で可愛らしいポーズなんかは絶対意図がない限りしないわけだし、可愛らしいって思っているキャラクターが大股開きで拳を天に突き上げるポーズなんていうのは、まあ基本的にそのキャラクターに求められていないからするわけがないのであるな。なのでこういうキャラクターだからこういうポーズをするというある種のステレオタイプ、皆の思い込みや皆の逆に言ったら求められているものというのは決まっておるので、似たようなジャンルや似たようなキャラクターを描いている限り、そういう構図かぶりやポーズかぶりというのは、まあ出てきて仕方がないものなのである。特に版権キャラクター、ゲームとか漫画アニメのキャラクターであればあるほど言動っていうのは限られてくるので、例えば
たい焼きが好きなキャラクターがいますって言ったら、手にたい焼き持ったりたい焼き食べてる絵っていうのがめちゃくちゃ出てくるわけで、たい焼き持ってる小豆かぶりだっていう方はいないわけであるよ。なのでこういうキャラクターはこういうことをしそうという範囲の中であれば、それはもう似通ってしまって仕方がないと思うわけなのである。なのでそういう点で逆に気にしたり、私はなんか似たような絵ばっかり描いてしまうから絵を描くのをやめた方がいいんだろうかって悩む必要は全くないということなのであるぞ。なので今までのお話をまとめると、絵柄とか時代、ジャンルによって様々な絵柄や構図が作られる。我らはそういった歴史の最新の立場に立っているというものなのである。なのでそういう立場でいる限り、歴史の創作物との比較は避けられないわけだ。ただその膨大な作品群のおかげで似た構図なので怯える必要も逆にないと、まあ、考えておくと良いであろう。なので自分から発生した自然に描いておるものに関しては、何も恐れたり不安になることなく絵を描き続け、そして膨大な歴史があるからこそ我々は自由に絵を描くことができ、それを表現の一つとして発表できておるのだなと思えば良いのであるぞ。いかがだったかの？皆からの疑問、質問、お悩みはこの動画のコメント欄、公式サイトの質問フォームから、そしてツイッターでハッシュタグシャープレディクロでつぶやいていただければ、魔王がお答えするのであるぞ。ではまた次回、お絵かきしながらお会いしようなのであるぞ。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価、SNS のフォローなどもよろしくお願いいたすのであるぞ。